おはようございます。久しぶりにメダカ水槽映してみます。今ね、ちょっと悩みというかあれなんですけど、この水面に浮いているやつね、これね、異常に繁殖するんですよ。気がつくとね、水面一面にこの緑の葉っぱがね、ぶわーっと広がっちゃってて、これは一体何なんでしょうかね。ペットショップでメダカを3匹買ってきた時に、この葉っぱがね、3つぐらいかな、ついてきたのね。それからなんかね、もうありとあらゆる水槽に広まっちゃって、とんでもないんですけども、これは何なんでしょうかね。びっくりでございます。さてさて、もう12月になっちゃいましたね。皆様いかがお過ごしでしたか。私は土日はお仕事だったので、11月と12月をまたいで仕事してきました。昨日は職場の忘年会だったんですけど、なんか偉い方の隣の席になってしまったので、緊張してなんだかあれだったんですけども、いろいろお話を聞けて一応楽しかったです。皆様もこれから忘年会シーズンですよね。飲みすぎとか気をつけてお過ごしくださいね。私はお酒は飲めないので、食べ過ぎには気をつけます。では皆さん、今日も一日元気でお過ごしください。それではまたね。する。